はい、ゲームコレクターの佐々木寛です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回もね、早速ダンジョン RPG ピクダン2に挑戦しようと思います。ということで、今回はちょっとね、前回2回分撮ってしまったんで一周空いてる、収録的には一周空いてるので、ちょっと今何をすればいいか全然覚えてないんだけど、あれこんな感じだったっけ、これ何すりゃいいんだ、何があったっけ、あれこれ全然覚えてないなビックラ4とかどっかに書いてあったんだよねっていう、そのメモだけ残ってて、それ以外何も今情報がなくてさ、こう言ってここら辺に何かあったんだっけ、全然覚えてないんだけど、多分謎が解けてないんだよね。あと、歩数計があと一歩なのか。ちょっとこの中身だよな。ここに何があったんだっけ、これ。これ何が。ここって何かあるんだ。なんかマップ的にすごい意味深なんだけど、全然思い出せないな、これ。あれ？ないよね、何もないよね。あれ？全然思い出せない。何すんだっけ、これ。いや、なんかあんのかな。壁トップに何も書いてないもんね。で、左、西の方に向かってみようか。飛んでみると、こっち、あ、これだ、赤と青だ、赤と青のオーブだ。あれ、壁に、どこの壁に何が書いてあるんだ。ちょっとピティピティ、どこだよ、ピティピティ。どこだ、こういくか。まあいいや、ちょっとここ一回一通り見てみるか。またレベル上がるかな。あ、レベルはちょっと上がるか、ちょっと微妙ですね。何も書いてないよな、壁。あ、これワープしちゃダメか。多分、ここのマップを、オーブをちょっと一回、赤か青、どっちかのオーブを持って、他の場所に入ってみよう。ダメージ全然受けないかな。あれ、壁に何も書いてないんだよな。じゃあ、ここか。こっちが青か。じゃあ青のオーブを持ってちょっと、何も変化はないんだ。マップ下画面のマップには特に何の変化もないね。なんだろう、このオーブを持つとなんか見えるようになるとかなのかな。全然もう覚えてない。あ、ちなみにこのダンジョン RPG ピクダン2は僕が昔開発に関わったタイトルで、はい、今年の8月の末ぐらいで10周年になるのかな。で、一応僕が開発でね、謎は全部自分で入れてるので、まあ、覚えてるかなってところで、一応ね、脳トレ的にこう、いろいろ試しながらね、プレイしてます。はい。残念ながらね、この
あの僕の番あのチャンネルはワンオペなので、誰かがねこう裏で答えをね持ってて、こういろいろこううまく編集することができないので、まんまね素の状態をこう出してるんですけども、これビックラ4だよ、ビックラ4だよな、ここにあるのか、ビックラ4、ビックラ4だけだからなんか4、ビックラ4の謎が何なんだろうな。お、怖いよ、変なやつが成り済ましているんだ。こいつと戦いますか。じゃあ頼んだよ。一匹目、なんか一匹目いた。多分何匹か、何匹かいるんだよ。お、これ変なやつが成り済ましているんだ。こいつを戦いますか。いいえ、2匹目。マップ書いといた方がいいのかな。ここにいて、でもちょっと大雑把なマップしか書けないよな、この状態だと。この外側に1匹いて、ここのワープの手前に1匹いて、でもいないよな。あ、ここに1匹いるんだ。いや、ここちょっとめんどくさいな。怖い、変なやつ鳴りましてるんだ。いいえ。多分青いオーブ持ってるとあいつらに合うってことだよね。多分。お、ここか。また変なとこにいるな。ここにいるのか。こういう変なやつが成り済ましてるんだ。いいえ。多分倒していいやつ、倒しちゃダメなやつがいるはずですよね。これだって。こんなところにいた。5匹、そろそろ5匹ぐらいがちょうどいい気がするんだけど、まだいるのかな。今のところ全部外側にいるんだよね、割と。この中には1匹もいないのかな。あ、いた。6匹目。この辺。いいね。まだいるってことか。で、これ以上行くともう1匹あっちゃうからね。同じやつに合うからね。これで終わりかな。あ、まだいた。ここにもいた。中側にもいた。いえ。これで終わりなのかな。まだいるのか。あ、いない。なんとなくこれで終わりっぽいな。もしかしてあれかな、赤オーブ持ってくると、これの中の何匹かがモンスターに変身してるっていうパターンじゃないかな。あれ？ここが痛いな。戦わない、戦わない、戦わない。ということで。なんかレベル上がりそうだね。これこのペースだと、いやでもそんなでもないか。今半分ぐらいか。でこれで一回ワープして、で一応オーブを置くでしょう。
多分これ思ったんだけど、敵をもしかしたらあれ敵を全部倒しちゃってもクリアはできるんじゃないかな。で多分あの真ん中に1個とあの閉じてるところがあって、あそこにこう出口っていうか階段があるんじゃないかな、マップの作りからいくと。さてここからちょっとこう、あいた、ちょっと待って、ここがとりあえずなんかモンスターだったけど全部モンスターなのか。いたな、引き、これ、B でいいのかな？これ B でいいのかな？これ B でいいのかな？ P だね、P、P？ P だよね、これ。P、ピチピチピチだよね。なんとなくこの、あ、今ちょっと、こいつはひらがなで言ってくれるか。ピだよね。ピキピキだよね。これね、多分ね、これが大事なんです。全部モンスターにして、あの青いオーブで見ると、ゴブリンに見えて、赤いオーブを持ってると、このスライムに見えるんだけども、多分、喋ってる言語が違うんだよ、これ。あ、違う、これ、え、そうなの？これ、あ、そういうことか。倒す順番だ。キャー怖い。キャー怖い。なるほど。これはあれだ。ピチピチピチってがあって、こう、順番に倒すパターンだ。キャー怖い。あ、これもゴブだ。なるほど、わかった。わかったぞ。当たり前だよな。自分で謎作って分かったも何もないよね。ここは？これは？これはピキなの？ビキなの？え、ちょっと待って。これピキなのかな？これピキなのかな？え、ちょっと待って。これピキなのかな？あれ？これがピキか。やべえな、全然目が見えねえ。これピキっぽいな。これがピキだとしたら、あれどっちがピキでどっちがビキか、ちょっと一回ちょっと真剣に、あれ？こっちがビキか？なんかゲームの謎と違うところで悩んでるような気がするんだけど。あ、やべえ、やられてんじゃん。ちょっと待って。これ B、こっちが B か。あれ P に見えるよね。あれ ?1 匹、2匹、3匹って多分そういうのやらせたくてやってるはずなんだけど、P と P の、もうわけわかんない。ここは？あ、ここじゃねえや。こっちだ。ここか。ここもボブか。なるほど。ちょっと待てよ。ここもゴブか。お、ということは、ピキ、ピキとヒキと、あれ、ピキ、どっちがピキか、ちょっともう一回。もう、どうなんだろうな、これ。
とりあえずスマホで写真撮って拡大して見てみるか。これが、あ、これビキだな、あからさまにビキだな。でちょっと戻して、でこれはこれビキっぽいな、ここビキっぽいな、これがビキで、でもう片方のなんだっけ、どこだ、ここか、ここが、こいつがピキだったらいいんだよな。あ、これピキだ。よし、ピキ。1匹、2匹、3匹。順番が確定しました。1、2、3の順番に倒そう。よし。ということで、青いオーブ持って、ビックラフォーってなんだ？あれ敵、もしかして ゴブリンが4匹いることをビックラフォーって言ってんのか？ 1,2,3,45、あ、5匹いるな、ゴブリン。あ、違う、4匹か。ゴブリン4匹と、スライム3匹か。ビックラ4。もうわけわかんない。ビックラ4の意味は。10年前の僕に聞いてきてもらいたいね。わけわかんない。まあ、いっか。ちょっと、とりあえず、これで、あれ、あ、ここいけないのか、そう。大してダメージ食らってないな。お、もう少しでレベル、あ、レベル上がるかな、これ。一匹目だから、ここか。一匹目。怖いよ、変なやつ。こいつ。こいつと戦う。なんで僕を。2匹目だから、次は外行こう。外回りで。なんか超、これが本当に合ってれば、このまま行けばこれで。ちょうどよくクリアできる。多分アイテムはないよな。はい。なんで僕を。で、3匹目。よし、はい、これで3で僕をどっかで重いものが動く音がした。あー、扉が開いたな。あれ、謎は解けてないの、これ。ちょっと待って、謎が解けてないぞ、これ。
本当にありがとう、本当にありがとう。いや、いいんだけど、謎が解けてないぞ、おい。ちょっと待って、これ謎が解けてないぞ。ちょっと待って、これ。レベル上がった。レベル上がっちゃったよ、これで。これレベル上がったけど、まだレベル上がるのかな、これ。ちなみに、こいつに感謝されてるけど、他のやつは、ありがとう、本当にありがとう。いいんだけど、お礼を言われるのはいいんだけど、謎が、あれ？もしかしてこれ、謎が解けてないパターンじゃない？ちょっと一回、とりあえず一回ここに置いてみるんだ。待って、全然降りない。まあコンプリートはしたよね。ちょっと待って、これで一回ここに行ってスタート地点だよな。ないよね。あ、ダメだ。次回この続きやります。はい、ということでね、なんか次のフロアに行く状態できたんだけど、謎が解けてないんでね、次回ちょっと謎解きをやろうかと思います。はい、ということで、この動画が良かったと思う方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さっかんでした。